僕は青木浦見たいですよ、やっぱり、うん、期待はしますよ。これはもう本当にもうなんか、うん、評論的な物言い抜きにしてやっぱ見たいものは見たいです、うん、もう多分俺口で言えるよじゃあこの後2時間くらいかけて、うんと、いやもうシンプルに、はい、多分冒頭シーンはちょっと待って、ストリートファイヤーだから、エレン・エイムが街に帰ってきてコンサート始めるシーンから始めるだろうってことは舞踏会から始まるはずなんだよ、はい、で舞踏会から始まって空軍が世界を制してる世界だから、おそらく山岳王国だと思う、はい、でなんかね作品の作り方で多分違うと思うんだけども、うん、見たい絵と必要なエレメントがあって、うん、そこにどういうふうに持っていくのかっていう設定を作るのが、うん、古代ガイナックスの作り方なんだ。なるほど、うん、これガイナックスの作り方にはいくつか流儀があって、はいはい、古代ガイナックスの作り方の流儀は見せたい絵があって、その見せたい絵を生かす発想で考えるから、なので山岳の中にある山の中の中腹ぐらいにある国があって、だから多分イメージとしては甲斐の国とかさ、武田信玄が支配してた時代とか、そういうふうな山城みたいな国があって、でそこで姫様ながら国を継がなければいけなくなった姫将軍みたいなのが、即位する儀式みたいなものがあるんだけども、ところがその戦国武将であるがゆえに本当の大名ではないと、うん、なので地位が安定してないから、うん、豪族の一団みたいな荒くれ者たちに姫様がさらわれて、これでは他の諸国に対して戦えないと、騎馬武者のような形で飛行機乗りたちが、はい、その部族は持ってんだね、その国は。でそいつらが編隊組んで行くんだけども、飛行機には最も向いてない戦闘を強いられると、うん、でその中で姫様を取り返すという話になるに決まってんだよ。お古代ガイナックス流の作り方では、古代ガイナックス流の作り方は何かって、ホワイトボードを前にして俺が5分で考えて、あとは山川が適当に考えるっていうやり方、トップの狙いも全部この作り方だったから、うん、でもあれでしょ、あのガイナックスっぽい話でしょこれ、うんうん、でこういう風にしてお話を作って、あとはねキャラクターデザインが定元で、こういう風な絵になるなって言ったらもうイメージほぼできてくるから、俺、うんうんうん、シンゴジラの意外性と比べたら多分その青木夜見たら僕はそんな意外な感じしないと思うんで、うん、それでなんかあんまもういいじゃんっていう風につい言っちゃうんだけどね。なるほどなるほどなるほど、うん、まあ、あとはもう山賀さん次第かな。そうだな。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。